てと、あの装置を探さなくちゃ。どこら辺にありそうかな。研究室の隅っこか、研究室の2階の書斎にあると思うの。おじいちゃん、発明したものは割と放りっぱなしにしちゃうから。なんかえらく変わり者のじいさんみたいだな。まあいい、ちょっととそいつを探したぞ。確かに僕たちが実験を手伝ったオーブメントだね。どう、ちゃんと使えそうかい？うん、大丈夫。うまくやれば生体感知器を完全にごまかすことができるよ。よし、とっととギルドに戻るぞ。キリカがレイストン要塞のデータを揃えてくれてるはずだ。こちらも用意はできている。ちなみにこれから見せるものは他言無用にお願いするわ。なかなかいいものを持っているじゃないか。これはレイストン要塞の概略図ですか？おじいちゃんが。でもこういうのって軍事機密なんじゃないの？どうしてギルドにあるわけ？蛇の道は蛇ってね、とあるルートから入手したの。私たちにはこういう面もあることを覚えておきなさい。言うまでもないけど、今回のケースはかなり特殊よ。本来王国軍とギルドの関係は他国のそれと比べても友好的なの。遺恨を残さないためにも兵士との交戦は極力避けること。特にアガット、いいわね。仕方ねえな。だがあの黒潮族の連中は立ち塞がったら容赦しねえぞ。軍人だろうがなんだろうが犯罪者には違いないんだからな。好きになさい、ただし死なせない程度でね。エステル、ヨシオ、本来なら準遊撃士のあなたたちにこんな仕事は任せたくないけど。ちょっとそんなのってないわよ。乗りかかった船です、どうかやらせてください。と言うと思ったから反対するのはやめにするわ。ちなみにあなたたちはツァイス支部の監督下にある。万が一のことがあっても私が責任を取るから安心なさい。キリカさん、すみません、ご迷惑をおかけします。それからティータ、遊撃士でないあなたにこう聞くのもなんだけど、決心は変わらないのね？あ、はい、
それってどういうこと？もしかして、あのねこの装置を動かせるのは多分私だけだと思うの。だから私もお姉ちゃんたちと一緒に行くよ。確かに複雑そうな構造のオーブメントだったけど。ごめんなさい、私迷惑にならないようちゃんとついていくから。ふざけんな。こら、ちびすけ、そんな話は聞いてねえぞ。こんなヤバい仕事にガキを連れていけるわけねえだろうが。でも私がやらなかったら装置が動かせないですし。だったらそんな方法は鼻から却下だ。却下、別の潜入方法を見つけるぞ。あんたね、いい加減にしなさいよ。何意地を張ってるわけ？何？ティータも覚悟して協力するって言ってるでしょ。それに協力してくれたら私たちも潜入しやすくなる。それって博士を助け出す可能性も上がるってことよね。この後に及んで反対する余地がどこにあるっていうのよ。てめえ、民間人を、しかもガキを危険にさらせると思ったのか。そうならないように私たちが守ればいいじゃない。それが私たちの仕事でしょ。たかが新米ごときが偉そうなことを抜かしやがって。新米ベテランはこの際関係ないと思います。大切なものを守りたい気持ちも遊撃士だけのものじゃありません。むしろそういう気持ちを支えるのが僕たちの仕事じゃないんですか。お姉ちゃん、お兄ちゃん、アガットさん、ごめんなさい困らせちゃって。でも私、おじいちゃんが大切だから、絶対に助かってほしいから。だから自分ができることがあればできる限りのことがしたいんです。それにアガットさんが私を助けてくれたように、私もお姉ちゃんやお兄ちゃんやアガットさんの力になりたいんです。絶対に無理はしません。ちゃんと言うことも聞きますから。だからどうかお願いします。ティータ、そうか、そこまで考えてくれたんだね。分かっちゃいねえな。力になる以上に足手まといになりそうだからついてくるなって言ってるんだ。他に潜入方法がなさそうなのも確かだからな。気は進まねえが、本当に気は進まねえが、今回だけは特別に認めてやるよ。ありがとう、アガットさん。礼を言われる筋合いはね。
足手まといになったりしたら容赦なく見捨ててやるからな。覚悟しとくよ。はい。まったくもう、いちいち偉そうな男ね。素直に認めてあげなさいよね。まあまあ、エーステル。アガットさん、照れ隠しに憎まれ口を言ってるだけだから。うるせえぞ、てめえら。話がまとまって何より。そろそろ攻防戦の準備も済んでいる頃でしょう。準備が済み次第、飛行場に向かうといいわ。うん、わかった。じゃあな、キリカ、軍への対応は任せたぜ。ええ、問い合わせが来ても適当にあしらっておく。エイドスの加護、くれぐれも気をつけて。あら、何かい。そろそろ攻防戦の準備が済んだ。エイドスの加護。待っていたよ。そちらの準備は済んだのかね。ああ、いつでも行けるぜ。ライプニッツ号の準備はできてるんですか。ああ、運がいいことに軍から急な発注があってね。ちょうどレイストン要塞に出発する予定だったんだ。いつでも離陸できるそうだよ。でもって、あのオレンジの船どこにも見当たらないけど。エステル、下だよ。あんなところに。じゃあ、あそこまで降りていく必要があるんだ。お姉ちゃん、降りる必要なんてないよ。え？な、何？飛行船のレーンが。なんだ、知らなかったのか。ここの飛行場はとんでもなく常識外れの作りをしてるんだぜ。常識外れ？大抵のことには慣れっこになってたけど。うん、極めつけの大仕掛けが残っていたね。ちなみにこの飛行場の仕掛けも。分かってるわよ、ラッセル博士なんでしょ。ティーター、あんたのおじいちゃんってほんととんでもない人ね。それは私も同感。よっ、待たせちまったな。あ、整備長さん。ティータボー、話は全部工房長に聞いたぜ。まさかラッセル爺さんがそんなことになっちまったとはな。
及ばずながら俺たちセイリアもとことん手伝わせてもらうからな。ありがとうございます。すまねえ、世話になる。いいってことよ、じいさんは俺にとっても恩人だ。さてこちらの準備は OK だ。レイストン要塞に出発するかよ。よし、だったら乗った乗った。攻防戦ライプニッツ号、レイストン要塞に出発するぜ。遊撃士諸君、博士のことよろしくお願いする。それからティータ君を守ってあげてくれ。工房長さん。うん、どーんと任せて。それでは行ってきます。頼んだぞ、遊撃士諸君。待って。行っちゃった。おや、ドロシー君じゃないか。あ、工房長さん、今の船にエステルちゃんたち乗っていたんですよね。そうだが、どうして知っているのかね。ギルドの受付で教えてもらったんですよ。編集部と連絡を取ったら大変なことが分かったんで知らせなくちゃって思って。大変なことだって。今のこの状況よりも大変なことなんて想像もつかないが。これはオフレコなんですけど、オートにいた親衛隊の人たちが反逆罪で捕まったらしいです。なんだって。こいつがお前さんたちに隠れてもらうコンテナだ。4人で隠れるには狭いと思うが、まあ勘弁してくれ。そう？結構大きそうな気がするけど。それがよ、偽装するから空いたスペースは半分もねえんだ。ちょっとしたおしくらまんじゅうになるだろうな。なるほど、そりゃ狭そうだわ。大丈夫、姿勢を工夫すれば隠れるだけの広さはあるよ。十分だ、贅沢言ってる場合でもねえしな。そうだ、おっさん、戦術オーブメント用の設備はあるか。少し調子が悪いんで調整しておきたいんだが。なあ、工房施設があるから勝手に使ってくれて構わねえぞ。あ、私も感知妨害器を調整するから一緒に行きます。アガットさん、こっちです。なあ、レイストン要塞まで30分くらいのフライトだ。コンテナの偽装をしとくから、それまで適当に休んでてくれや。うん、分かったわ。よろしくお願いします。おお、どうした。レイストン要塞までコンテナの偽装をしとくから、それまで適当に休んでてくれや。
戦術オーブメントを見せてください。簡易測定器を使ってどこが悪いかちょっと調べてみますから。なあこいつだが、しかしお前機械を見るとすぐに目の色変えるのな。それじゃあ簡易測なあそれじゃあ簡易なあしかしうわー高いわね。飛行船に乗るの結構久しぶりかも。そうだね、空賊艇に忍び込んだ時は景色を見る余裕はなかったし、あの時と状況は似ているけど、はるかに危険は高いと思う。気を引き締めてかからないと。うん、分かってる。でも平和なリベールでこんな事件が起きるなんて。私、何か大きなことが動き始めてるような気がする。僕もそう思う。空賊たちやルーアン市長の背後にはあの黒装束たちがいた。だから彼らの正体が分かれば何か重要なことがつかめるかもしれない。ひょっとしたら父さんがいなくなった理由もね。そっか、よし、博士を助けるついでにそのあたりも探ってみなくちゃね。うん、ちょっと。はい、これでいいです。スロット接続部分の金具が緩んでいたみたいですね。たか、おせっかいなガキだな。その程度の調整だったら俺でもできるってのによ。でもまあ礼は言っとくぜ。どういたしまして。あ、そういえば体の方はもう大丈夫ですか？気持ち悪くとかなってませんか？ああ大丈夫だ。本気で心配はいらねえよ。人の心配をするくらいだったら自分のことをまず心配しとけ。今だったらまだ引き返せるんだぞ。わ、私と勘違いすんな。今さら来るなとは言わねえよ。ただお前怖くねえのか？
じいさんのためとはいえ軍事施設への不法侵入だ。いくらガキでもその重大さがピンとこない年じゃねえだろう。どうしてそんなにのほほんとしてられるんだ。その本当のこと言うと怖くてたまらないんですけど、でもエステルお姉ちゃんとヨシュアお兄ちゃんがいるし、それにアガットさんもいるから、怖いっていう以上に安心できるような感じなんです私ちょっと鈍いのかも。ちょっとじゃなくてかなりだろ。どうやら心配するだけ時間の無駄だったみてえだな。ごめんなさい。一つ聞いてもいいですか？なんだよ、やぶからぼに。なんでその名前を知ってる？あのアガットさんが毒でうなされている時に私のことをそう呼んで、ごめんなさい、聞いちゃいけませんでした？いや、隠すほどのことでもねえしな。ミーシャってのは俺の妹だ。アガットさんってお兄ちゃんだったんですか？妹さんっていくつなんですか？やっぱり私よりも年上？いや、そうだな、ちょうどお前と同じくらいの年だったはずだ。妹さんとあんまり会ってないんですか？こういう職業だからな。年に一度里帰りした時に顔を見せる程度かもしれねえな。そうなんだ、ミーシャさんちょっとかわいそう。なんでだよ。だって私にお兄ちゃんがいたらいつも一緒がいいなって思うし、とにかく私ミーシャさんに同情しちゃいます。そうか、でもまあ確かにそうだな。もっと俺がしっかりしてれば一緒にいてやる。当飛行船は間もなくレイストン要塞に到着します。遊撃士の方々は至急戦争エリアに集まってください。そう、そろそろ時間が。あ、いたいた。あ、お姉ちゃんたち、アナウンス聞いたでしょ？そろそろ到着するみたいよ。準備が済んでいるんだったら一緒に戦争に行きませんか？ああ、俺の方の準備はいいぞ。ティータの方は装置の調子はどうだった？うん、バッチリだよ。タイミングのテストもしたし、よっぽどのことがない限り生体感知器をごまかせると思う。おっと、頼もしいセリフじゃない。期待してるよティータ。うん、よし、それじゃとっとと戦争に向かうとするか。
うん、来たか。準備終わったみたいね。コンテナの偽装は完了だ。普通の蓋を開いても尖閣修理用の特殊プレートが入っているようにしか見えないが、こちら側にもう一つ隠し扉があるってわけだ。へえ、よくできてるわね。確かにこれで生体感知器を無効化できたらなんとか潜入できそうですね。さて、あとはお前たちがこの中に隠れるだけだが、心の準備はできてるか？もちろん。いつでも OK だ。よし、それじゃあ一人ずつ順番に入るんだ。全員入ったら隠し扉を閉めるからな。了解しました。じゃあまずは僕から。ほんと狭そうね。ぴったりくっつかないと。エステル、どうしたのさ。なんでもない。しょっと。エステル、頭はそっちに向けて。オッケー。ああ、ちょっとよしよ。この体勢どうにかならない？我慢してよ。こうしないと4人全員が入るなんて無理なんだから。そっか。そうね、仕方ないよね。次はティータで、最後にアガットさんかな。そうすればなんとか4人全員入りきれると思う。うん、それ、しょっと。お姉ちゃんごめんね。はあ、ティータ、あったかくて柔らかい。なんだかミルクみたいな匂いもするし。お姉ちゃん、そんなに強く抱きしめないで。ちょっと苦しいよ。まあ良いではないか。プニプニのほっぺじゃの。にゃん。エステル、遊ばないの。やれやれ、無性に不安になってきたぜ。ほらガキども、もうちょいスペース空けろ。あう、さあ、きついか？ううん、大丈夫です。我慢できますから。無理すんなよ、きつくなったらそう言え。よしおさん、こっちはいつでもいいぜ。やった、隠し扉を閉めるぜ。着陸したらすぐにコンテナを搬出する。揺れるとは思うが、しばらく我慢してくれよ。